万円大番、万円大番とは、万円元年ウルウ三月に発行された大番であり、新大番とも呼ばれる。日本最後の大番である。万円大番はこれまでの大番と異なり通貨としての目的もあり、万円小番に対し25両金貨として発行された。表面は、重量、五頭と墨書され、五頭17大天井の書であり、上下左右に丸枠切り刻印が、 それぞれ一箇所、計四箇所打たれ、形状は角張った。楕円形である点はこれまでの大判と同様であるが、これまで原則として、金一枚すなわち四十四問目を基準としてきた、両目が大幅に引き下げられ、三十問目となった。表面はタガネ目のものとのしめのものが存在し、のしめの方が減損数が多い。実際の両目は重量ではなくなったが、大判の代名詞として、 これまでの大盤同様、重量と書かれた。理面の極印による、中蔵孔は、万、ま、円元年うるう3月23日より4月25日までは、高根目で、久し、堺、吉及び、伊、堺、木が854枚であり、同年4月29日から文久元年7月10日までは、のしめで、吉、堺、木及び、吉、安。 第5計9491枚であり、文久元年7月11日から文久2年12月24日は、高根目に戻り、吉、地、境、基温1565枚、吉、安、第2187枚であった。通用期間は、万円元年4月10日より、古金銀通用停止の明治7年9月末までで、あった。ありがとうございます。